ドルチェクラシックチャンネル、おはようございます。坂口かすみです。今日から年賀はがきの特別扱いが始まります。我が家のテーブルにはまだ手つかずのはがきの束。午後からはご無沙汰している人のお顔を一人一人思い浮かべながら年賀状に取り掛かろうかなと思っています。日曜の朝はドルチェクラシックチャンネル、師走の慌ただしいひととき、管楽器の旋律でおくつろぎください。スタジオにはゲストをお迎えして音楽にまつわるお話を伺います。心地よい朝をご一緒に、ドルチェクラシックチャンネル。この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りします。確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ。管楽器の専門店ドルチェ楽器は圧倒的な品揃えで、あなたに合ったパートナー選びをお手伝いいたします。AM1008、FM933 でお届けしています。ABC ラジオのドルチェクラシックチャンネル。今朝はテューバ奏者の中村和弘さんにスタジオにお越しいただきました。中村さんは12歳からテューバを始め、大阪音楽大学在学中に万里の長城杯国際音楽コンクール大学の部第1位を受賞。アジアほぼすべての国で50公演以上に参加。卒業後、大阪音楽大学で非常勤講師を務められました。現在はフリー奏者として京都市交響楽団をはじめ、京都フィルハーモニー室内合奏団、日本センチュリー交響楽団や仙台フィルハーモニー管弦楽団などの演奏に参加。海外へもゲスト奏者として招かれるなどご活躍です。演奏活動だけではなく、テューバの指導、吹奏楽指導、コンクールの審査、編曲、演奏会の企画などなど多方面で活動を展開していらっしゃいます。中村さん、おはようございます。おはようございます。まずテューバの基本、はい、基礎知識として、はい、テューバ、テで始まるのか、チューバ、チで始まるのか、はい、どちらが正しい呼び方なんですか？正しいというのはおそらくないと思うんですが、イギリスの方が話される英語ですとチューバというふうに発音されるのをずっと聞いています。で、日本で、表記するときはテでティーバという表記をよく見ます。で、アメリカ人が話をされる英語ですとトゥーバという発音される方もいらっしゃいました。なるほど。テューバ自体はどんな種類があるんですか？はい、ピストンタイプとロータリータイプっていうのが基本的なチューバなんですが、はい、学校で使われているチューバでよく見られるのがベルの向きが2種類あると思うんですけれども、ベルが左向いてるものが、ね、そうですね、はい、で、吹いてる人から見てベルが左を向いてるものがチューバですね。で、吹いてる人から見てベルが右を向いているものは、はい、もともとチューバという名前ではなく、一応ベースというバスですね、いわゆる、はい、という名前の楽器ですね。なので、厳密にはチューバではないです。そうなんですか、はい、よく説明するのではトランペットとコルネットの差なので、トランペットだとはっきりした音で、それがチューバです。で、コルネットだとちょっと柔らかくまろやかな音っていうのがベースっていうふうに思っていただけると、おおよそそういう感じかなと。ピストン式とロータリー式ではやはり音は違う、音はかなり違いますね。ピストン式の方が柔らかい音と滑らかな音のつながりで、ロータリーの方がはっきりとした音で全部鮮明に音が分かれていくというか、はあ、いい意味で。中村さんはどちら？両方持ってます。ある。それを使い分けないといけないので、例えばこの時代とかこの編成とかこの団体この人の好みっていうので楽器の使い分けをするために複数本持ってる人が大半ですね。そうですか、はい、オーケストラでのテューバの役割となると、
もともとはチューバはなかったので、まあ、比較的新しい方の楽器なんですけど、僕も調べた限りではチューバが多分おそらく唯一誕生日が分かってる楽器の一つで、お誕生日が、はい、そうなんです。1835年の9月12日に特許が取られているので、はい、その日からチューバが存在しているっていうのがおそらくチューバぐらいじゃないかなと思うんですが、9月12日です。お誕生日まで、はい、そうなんです。なので世界中のみんなで9月12日はSNS とかでハッピーバースデーチューバって祝ったりするんですけどそれはもうチューバ愛好家にとってはそうなんですよ。もう既成の事実というか当然のことなわけですね、はいはい、なのでみんなでその日はケーキを買ったり宴を持つ理由にもなったりするんですけれども、飲み会とか、はい、そうですねそうですか。チューバ実際ドルチェでも教えてらっしゃいますけれど、はいはい、チューバ女子という言葉も時々耳にしますけれど、はい、ありますね。ああいう重い大きな楽器でも女性で吹きたいっていう方増えてるんですか？正直ドルチェさんで僕が教えた半分は女性です。ああ、そうなんですか、はい、でチューバのコンクールとかチューバの大会とかいろんなあるんですけど3分の1以上は今は女性ですね。でも席を見てもオーケストラで右の奥にいらっしゃるのは分かるんですけど、そんなにたくさん一つのオーケストラに何人もいらっしゃるわけじゃないですか、ね、基本的にはオーケストラに一人だけで、はい、一席しかないっていう状況なので、その方がお休みをされるかその方が辞められるまでは席が開かないっていう楽器ですね。でプロで生きていこうと決意された時っていうのはすごいいろんなことを考えないといけなかったんじゃないですか？そうですね、一番初め高校2年生の時に、当時ノースウェスタン大学シカゴにある音楽大学の教授だったレックス・マーティンさんという方が大阪で演奏会をされたんですね。でそれを聞いた時にチューバやっていこうっていうふうに思ったんですが、でそこから調べれば調べるほどこりゃやばい道選んだかなってちょっと思ったりもしたんですけど、一度席にオーケストラの席に座って一番みんなを支えないといけない音をしっかり吹くっていうのを経験すると多分大体の人は抜けられないですね。やはりステージ上の喜びっていうのはもう地面ごと震えるので僕らが吹くと、そのチューバの音で、はい、チューバの音自身で地面ごと舞台ごと震えるので、それはできない感覚ですよね。なかなか魅力的ですよね、はい、さてお別れに一曲いつもお届けするんですが、今日選んでいただいた曲が星条旗よ永遠なれ、はい、これにもエピソードがあるそうですね。そうなんです、高校生の時に当時の音楽の先生がチューバをこれぐらい吹けないとダメって言って楽譜をくれたのがこの星条旗だったんですね、はい、で僕はその時理解してたのはこの伴奏が吹けたらいいんだと思ってたんですけど、先生はもう一枚紙をくれてそれがピッコロのソロパートだったんです。はい、でチューバはこれぐらい吹けないとダメって当時その先生に言われたんです、はい、でその後練習を頑張ってしてたらある CD を見つけまして、その CD が吹いてたんです、ピッコロパートを。でそこからずっとこの CD を聴いてるんですが、はい、最終的には何年前かな、5年ぐらい前に初めてその CD で吹いてる方にお会いして、でいろいろお話を聞かせてもらったり教えてもらったりすごくお世話になったんですが、残念ながら今年亡くなってしまいまして、なんとサム・ピラフィアンさんという方なんですが、はいはい、そうですか、はい、じゃあその方と出会えた時っていうのはこれは宝物。もう本当にずっと写真持ってます、その人と一緒に撮った写真ずっと持ってますね。やっぱり楽器との出会いもありますけれど、はい、人との出会いっていうのは音楽をやっていく上で大きいですね、はいはい、今日はテューバ奏者の中村和弘さんにたくさんのお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきましょう。星条旗よ永遠なれ、作曲はスーザ、演奏はエンパイアブラスです。Thank you.
ドルチェクラシックチャンネル、大阪市阿倍野区のテルさんからメールをいただきました。14日大阪中之島の光のルネサンスを見に行きました。大阪シオンウィンドオーケストラが出てらっしゃいましたよ。ラジオに出られたのはあの方かななんて探してみましたというふうにお書きいただきました。わかりましたか？ホルンのところにちょっとゴールドヘアの長谷さんが座ってらっしゃったと思います。テリさんには番組から ABC ラジオの記念品をお送りいたします。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。音楽にまつわるお話、身の回りのお話、何でも結構です。おはがきの場合は郵便番号 530-8004 ABC ラジオドルチェクラシックチャンネル、メールの場合はすべてアルファベット小文字です。 CLA クラシックのクラアットマーク ABC1008.com です。来週はスタジオにホルン奏者の村上哲さんをお迎えいたします。ご案内は坂口霞でした。ドルチェクラシックチャンネル、この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りしました。